おい、マスコミども、バカが動くな。皆さん、こんにちは、ハンニャです。本日は2021年7月の18日ですね。で、先のこの動画の結論を申し上げると、アイラってペーパーテストないのかな最低限の知性くらい備えてよ、ということになります。この動画では、アイラの記事を見ながら、 あいらの記事の書き手のレベルについて確認したいと思います。また、その際に、去年の立憲民主党、福山哲郎幹事長の爆発言との関連性も確認したいと思いますので、最後までお見逃しなく。そしてぜひ、ご意見、ご感想、コメント欄で教えてください。毎週金曜日、日曜日にはライブもしていますので、よければご参加ください。詳しい話は概要欄で。では、今回の目次はこちらです。でね、皆さん、最近このような言動がよく聞かれましたよね。 報道機関は国民の知る権利のために頑張ってるんだと。そう。これは北海道新聞の新人記者が旭川医科大学の校内に不法侵入し逮捕された時に記者やマスコミ関係者から出てきた意見ですね。以前その件については詳しく改正しておりますので興味がある方はぜひこちらの方からまたチェックしてください。概要欄にも動画へのリンクを貼っておきますのでお見逃しなく。 で、確かに、マスコミの私たちに情報を伝えてくれるという役割を考えると、マスコミが果たす役割は大きいです。本来であるなら、すべての情報は一ソースを確認するべきですが、そんなことをやる時間も力も私たちにはありません。まあ、ですから、マスコミの優秀な記者さんが取材をして記事をまとめてくれることが、我々の情報収集に寄与するはずなんですね。しかし、当たり前ですが、それは、マスコミに関わっている人たちが、 優秀であることが前提です。そこで今回はそのマスコミの人間のレベルの低さをお知らせしましょう。こちらは朝日新聞系アイラドットの令和3年7月11日の記事ですね。見出しは。感染した記者、僕のウイルスは変異株ですかとの質問に医師が発した驚きの言葉ですね。 では中身を引用しておきましょう。以下一部引用です。6月27日の朝、いきなり嗅覚がなくなり、食べ物や柔軟剤の香りすら感じられない無臭の世界が始まった。翌日、病院で検査を受けたところ、新型コロナウイルスの感染が判明したのだが、驚いたのは、変異株ですかと質問した医師の回答だった。その驚きの内容とは 近所の小さな診療所に電話をかけて症状を伝えるとすぐに LINE してくださいとの指示があった。紹介された病院ではまず検体の採取をされた。鼻腔を綿棒でグリグリされてから結果が出るまでは1時間半ほどだったと思う。肺の CT 検査を受けた後医師から伝えられたのはコロナウイルス陽性だということ。 気になることを聞いてみた。僕のウイルスは変異株なんでしょうかそれに対する医師の答えは意外なものだった。それは調べていないのでわかりません。全員の検体を調べるのではなく、ピックアップした分だけになるので、対象にならなかった筆者についてはわからないということになります。不明という回答は予想外でとても驚いた。 ということは、報じられている変異株の感染者数は、あくまでもピックアップして調べたうちの数字に過ぎないということだ。これでは、正確な変異株の感染割合など、算出できないのではないか。ブームアイラドット編集部高田秀幸 以上ですね。で、ここで、すべての検体について変異株かどうかを調べるべきだという主張はあり得ると思いますよ。私は医学のことはよく知りませんが、例えば変異株か否かによって治療方法や隔離基準が変わる場合ですね。その場合には、次の行動を決めるために変異株かどうかをすべての検体について調べるべきという意見は成り立ちます。 しかし、今回のこの高田さんの文章では、全員の検体ではなく、ピックアップされた検体を調べるだけでは、すべての変異株の感染者数はわからないから、正確な変異株の感染割合など算出できないと言ってるんですね。すなわち、今、日本で感染が広がっている新型コロナのうち、何割ほどが変異株なのか、今のようなやり方ではわからない。全数調査をするべきだとおっしゃってるんですね。 でね、確かに全数調査をすれば、すべての検体のうちの何割が変異株かわかるということは正しいですよ。しかし、すべての検体を調べてないから、変異株の割合がわからないって発言をしているのは、正直言ってアホですよ。だって、朝日新聞だって、選挙の投票日当日に出口調査とかしてるじゃないですか。もしくは、政党支持率の調査とかもしてますよね。その際に、全員に調査してますか ちなみに全てを調べることを全数調査といい、その中から一部をピックアップして調べる方法を標本調査と言いますが、それは使い分けるのが常識です。当たり前ですが、例えば先ほど挙げた選挙などにおいては、有権者全員に電話をかけたりしないですよね。コストがアホみたいにかかりますし、また食品の安全性チェックなんかでも普通は標本調査をしますね。 で、今回調べて初めて知ったのですが、ヒニングのコンドームについては、全数調査で穴が開いてないか調べるそうです。国内大手メーカーのサガミのホームページによると、コンドームは ピンホールと呼ばれる微細な穴がないかどうかをチェックするために必ず全数調査が行われています。コンドームの形をした金属に一本一本コンドームを被せてぬるま湯が入ったプールに浸し電気を流します。万一ピンホールがあれば金属に通電しますのでそのコンドームは穴のあるものとして機械的に判定され自動的に排除されます。この工程で合格した製品だけがくるくると巻き上げられて皆さんがよく見るコンドームの形になります。 ですってなるほど <laughs> 穴の開いた商品は全く価値を持ちませんからそのようなものが市場に一つでも出ると会社の信用問題になりますし何より望まないいいい妊娠や性感染症をを防ぐたたためめとととううう役割を果たすために努力しているということでしてるこでょうちなみに調べる過程でウィキによるとスイスでは12歳から14歳の少年向けコンドームが販売されたこともあるらしいですね。驚きました で、話を戻しますと、ですから、全数調査をできるなら、まあ、それは素晴らしいのですが、時間と手間がかかってしまうので、募集団から標本をピックアップして、調べるだけでもいいときには、そのようにするのが常識ですね。 で、そうしますと、今回のアイラの高ーダ氏の発言は間が抜けてますよね。で、もちろん、地域性なども多少あるでしょうが、無作為にピックアップしていけば、そのピックアップされたもののうちの何割が変異株であるかを考えれば、その検体の何割が変異株かわかりますよ。ちなみに、有名な数学者の一人である、秋山仁先生だったと思いますが、こんなことを言った気がしますね。 味噌汁の味見をするときにスプーンをいっぱい飲めば十分ということ。それはそうですよね。味見をするときに全数調査、すなわちすべてを飲んで、あ、この味噌汁はうまかったって言われても困りますよ。もちろん味噌汁を飲む前にちゃんと混ぜておかないとダメですけど。 ただこんなまぬけなことを言ってるのは何もマスコミの人間だけではありませんねこちらは令和2年5月11日の参議院予算委員会での一幕ですね今から見ていただくのは当時における日本での新型コロナの感染者数についての理解について立憲民主党の福山哲郎幹事長と当時は専門家会議だったかな尾身茂さんとのやり取りですではどうぞ立憲民主党の福山哲郎でございます次に行きますコロナも大事なので 感染者は10万人前後いることは、ある種の蓋然性があるということで、お身せ生、よろしいんでしょうかお答えいたします、10万人というのは、西浦さんが、あれは1つの統計額ですね、10倍ほどいるのではないかと推定されるということでありまして、私は今、報告されているよりも数が多いことは間違いないと思います。 でそれが本当に10倍か12倍か20倍というのは今のところ誰もわからないと思います。これを10倍かどうかということは私にはできません。10倍いる可能性も否定もできないし。肯定もできないんですよね。おみ先生、おみしげる君。<laughs> 実は。何を言っているんですか。<え>何答弁。 止めてください大切なポイントをあのしてきていると思います。実実はは今日東東京京都都ののあれあれりましたねで東京都の実は 陽性率の分母分子というのは少し今まで不完全だったんですけど今回初めてしっかりした分母が出てきて分子である程度あの、まあ、正確なものがあってまあこれが7%とかということで,で実は私ども、えー、と専門家委員会も5月4日にいやそはい分かりましたそれでですねぜひねあのこれは皆さんに理解してえわ分かりましたで実はそういう不完全な中でも検体がどんどん 検体数が上がっている中で、今、陽性率が例えば東京では、例えば7%ということで,で、ここに引っかかっている人は、実は日本の場合には医療機関に行く人は、普段普通のコミュニティの人よりも、いや、ちょっと待ってくださいね。はいは、わいかりました、それで、実はそこで医療機関にかかっている人の中をピックしたのが7%です。して一般ののコミュニティのリスクは 医療機関に行く人よりもリスクは低いのでないかと考えるのが普通です。そうすると、実際に仮に東京都が7%の陽性率だとしますと、地域のコミュニティの一般は7%を超えることは普通はないだろうと考えるのは、今のところ常識でででですすす以以上上ありまま、はい、福山哲郎君全く答えていたただけませんでした残念です。以上です で、もちろん、これは見やすくするために、やや編集しておりますので、未編集のものを見たい方は、概要欄参考動画、参議院の15分からご覧になってください。で、これはあれですね、あの、去年、専門家の意見を同活で潰そうとした福山哲郎として、医療関係者から大批判されたものですね。で、この委員会では、福山氏は誤った認識で議論を展開しており、未だ世界中のどこでも、 国民全員に検査をしたものはありません。したがって各国のコロナのある瞬間の感染者数は標本調査から何かしらの推定をするしかないわけですね。そして尾身先生は実際に PCR 検査で陽性と分かった数の何倍の数が本当の感染者数かは分かりようがないと何度も福山氏に説明しますが、それでも福山氏が食い下がるので、まあこのように説明されたわけですね。 今、日本で一番感染者が多いと思われている東京で陽性率が7%。従、まあ、って、他のエリアでは全て7%以下と考えるのが常識。まあ、それで考えるしかないと思うと。まあ、すなわち、現在分かっている陽性者数の10倍とか10万人とかは断言できないけど、まあ、全国で7%の陽性率があると仮定した時の人数よりは少ないだろうと。 で、そもそも福山氏の質問がゴミなんですよね。全国で正確にある瞬間の感染者が何人かと特定できませんよ。一億人に同時に検査したりできないわ。また、毎日特定できたとして、それで何ができるかって。何もないのに、それにこだわって質問するからトンチンカンになるわけです。そしてどうしても答えを出せと言われたので、標本調査の結果をどう利用するかを説明したわけですね。尾身先生は。しかし、福山氏は、 答えてもらってないと不適される。いやいやいや。それまでに散々10倍とか特定はできない。現在把握されている陽性者数より多いことは間違いないって答えてもらってるのに、それで納得しないからおみ先生の中での推定の仕方を教えてもらったんであって、答えてもらってますよ。ん。福山氏は算数とかできないのかな で、基本的に報道機関は出来事を私たちに伝えるという役割があるわけです。そして全てをそのまま書いても読めないので、ある程度編集したりすることは必要なわけですね。その際に、このような無能な人が文章を書いてしまえば、元の情報とは全く違った中身が私たちの元に届くことになります。また国会議員は議員内閣制のため、現在政府に対して監視機能を持っていることは間違いないわけですが、その際に、 国会議員の質問を通じて政府の動きを理解できたりするわけですが、こんなポンコツなことをされてしまっては、私たちが政府について理解できなくなります。まあ、頭の中で統計とか簡単なシミュレーションとかもできないのかな。はあ,あえら立憲しっかりしろよ。皆さんはどう思われますかぜひともね、皆さんのご意見をお聞かせください。ではね、またチャンネル登録、高評価も増しております。 では、こちらの動画や再生リストからまたお会いしましょう。バイバイ。